外国為替市場でおよそ34年ぶりとなる1ドル154円台まで円安が進んでいることに対し、鈴木財務大臣は必要に応じて万全の対応をしていきたいとコメントしました。今のこの動きというものをこの我々としてはしっかりとですね、注視をしております。そして、必要に応じて万全の対応をしていきたいという、円相場は15日にアメリカで発表された経済指標などを受け1ドル154円台半ばまで円安が進み、現在も154円台前半で推移しています。17日からはワシントンで G7 や G20 の財務省中央銀行総裁会議などが開かれますが、鈴木財務大臣はドル高が日本や世界経済に与える影響について議題にならなくても話題にはなるという考えを示しました。